きチャンネル。じゃん。こんにちは。今日はですね。はい。NBO です。ああ懐かしい。ちょっと待って。日本ベースボールおせっかい。覚えてた。思い出した。あのそういうのもあったんだけど、うん、これ NB をつけるの忘れてて、はい、あるのに、うん、いろんな提言、はい、芸技ドラフトのやつとか、うん、はい、そういうルールのやつとかも、うん、NBO でよかったやん、はい、でも忘れちゃっ て。そうですね、タイトルつけるの忘れましたね、うん、今日はもう NBO です、はいはい、おせっかいを言うと、はい、自称名誉会長佐々木ですから、はい、まあ、名誉会長って言ってもね、うん、いないですけど誰も、はい、一人でやってるやつ非公認、はい、まあ、今回はですね、はい、俺は全部が全部、なんかもう全部が全部メジャーが正しいみたいな風潮も全く好きじゃないんだよ、うん、アメリカがいいものはいいし、ダメなものはダメだし、うん、日本の方がいいものはいいし、ダメなものはダメだしだから、うん、まあ、全部が全部アメリカ万歳はあんまり好きじゃないんだけども、はい、ちょっと今日はね、シーズン、まあ、この動画が始まって出てるのか始まる前に出てるのか分かんないけど、いつ出るか分かんない、多分ね、始まって出てると思う、はい、感じ的に言ったらね、うん、でもちょっとね、うん、やり方を正そうっていうやり方、はい、ちょっとこの方式は別にそれでもよかったんだけども、うん、よく考えたら、うん、ちょっとコンセプト違うんちゃうかっていうね、ところで何のやり方ですか。日本のプロ野球の MVP の受賞システムを変えませんかっていう、うん、でも MVP ってその年にこうなんか一番活躍した選手を選んでるわけですよね。だから去年だったら、うん、2023年だったら阪神の村上、はい、長期ね、うん、で、パリーグだったら山本、うん、まあ、そうですね、山本がね、3年連続、3年連続、うん、で去年は村上、うん、で2021年も村上っていうところで、はい、まあ、MLB メジャーは大谷がね、うん、はい、2度目の満票で、うん、2度目じゃ2度目の満票だよね、うん、よくわかんない、なんか2度目だったような気がする、うん、で MVP、はい、ね、取ったじゃん、うん、でここはね、ちょっとおせっかいで、はい、まあ、もちろんこのね、今まで MVP を取った選手たちはもう、うん、もちろん素晴らしい、はい、その人たちの非難することは一つもないけども、うん、過去ね、うん、MVP、まあ、2リーグ制になってから、はい、1950年から、うん、2リーグ制になってから3人のみなのよ、はい、73年経つけども、うん、73年中、うん、要はだから73人だよね、はい、中3人のみなんだよ、セリーグでいうと。セリーグで言うと、うん、パリーグで言うと、うん、9人のみなのよ。あ、でも9人、うん、73年間で、でセリーグは3回、はい、パリーグは9回のみ、うん、はい、優勝チーム以外から MVP になった選手。おー、やばよ、はい、ほぼ、うん、もうセリーグにおいては90何パーセント、はい、優勝チームから MVP。 おー、まあ、パリーグでも、うん、約9割弱ぐらいは、うん、もう優勝チームから MVP、うん、はい、もちろんその選手たちも素晴らしいけども、うん、もうちょっと、うん、アメリカの感じ見てたら、はい、その1年間どの選手が一番素晴らしいかを決めるのが、うん、まあ、MVP じゃんね、うん、ってなったら、うん、そこに優勝補正はいらないんちゃうかっていう、うん、まあ、そうですね。でも MVP ってそういうことですもんね。その球界の中の今年一番素晴らしかった選手ですもんね。そう、だからセリーグで言うとね、2013年、はい、バレンティンが60本ホームランを打って MVP、 あ、優勝してない。 MVP なんだ、はい、うん、1974年、うん、王さんが3割3分2厘49本ホームラン107打点で優勝してないけどもベストナイン、うん、4、5、6、7、8、9、10、11で、その前が1964年が、うん、王さんがホームラン55本打って、だからこれ多分日本記録だよね、うん、で119打点でベストなあのMVP。 え、じゃあもうそのぐらいの記録を出さないとと優勝チーム以外から MVP になってないの、セリーグで。パリーグは2014年に金子千尋、はい、16勝5敗、防御率 1.98、うん、だからこれ最後の一戦でホークスに負けて2位だったんだよね。あー、そうなんだ、うん、俺の引退試合の時だから覚えてる、はい、うん、で MVP で、はい、その前が2008年、岩隈が21勝、おー、まあ、20勝超えっていうところで、うん、で、うん、MVP、はい、でその前が1994年、イチローさんが3割8分5厘、おお、すごっ。だからひょっとしたらこれ200本安打打った時かも分かんないよね、うん、ひょっとしたら。で優勝してないけども MVP、はい、でその前が1990年、野茂さん、うん、18勝で
MVP、うん、でその前が88年の門田さん、はい、ホームラン44本、うん、でその前が、85年の落合さん、うん、多分これ三冠王だったと思うんだよね、はい、で、その前も82年の落合さん、うん、多分これも三冠王だったのかな、うん、で、その前が、80年の木田さん、はい、22勝、うん、でその前が1963年の野村さん、うんうん、2割9分1のホームラン52本135打点、うん、っていうとんでもない、うん、成績を出さない限り、はい、優勝しなかった MVP って、うん、めっちゃハードル高いの、うん、でも、はい、メジャーの見てたら、うん、だって大谷がエンゼルスで2度 MVP だけど、はい、エンゼルスプレーオフすら出てないの、うん、いわば、ね、もちろん優勝してないですからね、うん、だから日本でいうと4位以下ってことでしょ、はい、クライマックスシリーズにも出てないけども MVP、うん、いやそれによくないっていう、はい、もちろんそれ、ね、優勝して MVP 取った選手たちは素晴らしいし、うん、それを批判するつもりは一切ないけども、はい、システムのやり方として、うん、それでも良くないっていう、うん、優勝補正 MVP にいらなくないっていう。でもその大谷選手のその成績が今言った人たちぐらいのちょっとズバ抜けてるっていうのもあるんじゃないですか。いやでも多分、うん、メジャーってどうなんですかね。飛び抜けてぐらいじゃないと取られない、うん、取れない、はい、でも日本だとよ、うん、じゃあ、まあ、こんな言い方したら悪いけど、はい、1年1つの例の選手出すと、はい、3割ちょいとかでも取れるわけよ、うんうんうん、だからその優勝したチームの中で一番すごい人が取れるわけ。あーまあそう、今の今のところ基本的にはね、うん、大体9割前後ぐらいは優勝したチームの中でだから誰が一番優勝に貢献した人が取れるのが MVP になってるわけよ、うんうんうん、でもそうじゃなくて、はい、日本球界の中で一番活躍した人が MVP でよくないっていう、うんうん、正直そうですね、うん、いやどうなんですかね。でもまあ山本投手とかはもう文句なしじゃないですか。そう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 、うん、だからそこにだからこれが優勝しなくても、うん、山本なのかっていうことですね。仮に、うん、でも確かにだからこんな言い方したらあれだよ、うん、村上とかもベストナインゴールデングラブ取れてないけど MVP じゃんね、うん、でも確かに阪神が優勝するには村上投手の力はかなり必要だったしかなり重要だったけども、うん、っていうね、はい、ところだからその優勝するために必要だった人の賞になってるわけよ、うん、あ確かにそれはありますね、うん、それよりも、はい、それでも別にいいんだけども、うん、どうですか皆さんっていう、あそのもう関係なく、うん、優勝とか関係ないと、はい、で投票制やと、うんね、最悪 MVP だけは記名投票やと、はい、だってアメリカでも選ばれた多分30人ぐらいの人なのよ、うん、もう選ばれた、はい、だからなんか各チームの代表1人ずつぐらいらしいんだよね、うん、そう30チームあるから、はい、その記者の人が、うん、でそれを辞退する選手もいるんだよ。へえ、その辞退する記者がいるってことですか。あ選びたくないと、はい、だってその記名して選ばなきゃいけないから、うん、仮に今回よ全員大谷、はい、1人だけ大谷じゃないってなったら、うん、その説明責任を果たさなきゃいけない、うん、そうですね、なんで大谷じゃないんですかっていう、うん、それが怖いらしいんだよ。満票だった場合、はい、1人のせいで満票じゃなかったから非難されるわけ、うん、その覚悟を持って投票しなきゃいけないわけ、はい、1回ジーターかなんかが、うん、満票でMVP が取れるんちゃうかって言った時に、はい、満票じゃなかったんだ、うん、1人の人、はい、辞退したらしくて投票、はい、でそれにその説明責任を果たそうと思って、はい、みんなが連絡したら2ヶ月間行方不明だったらしい、連絡も取れなくて。それぐらい重たいってことですか。それぐらい重たいのよ、うん、その1票 の, その責任が問われるわけよ、はい、記名式で全員が見てるわけ、はい、だから MVP だけでも、はい、記名式にして、うん、で何十人、うん、決めてこの1年間一番頑張った選手をセパで1人ずつ選ぶ、うん、よくない、はい、その優勝したチームから、うんね、今もう多分そういう風に思い込んでるかも分かんない。そうなんかもう価値観というか、うん、MVP のその感覚が優勝にその貢献したっていうなんかあとインパクトがあったとか、うん、なんかそうなってる気はするんですよ。優勝したチームから選ばれるみたいなね。うん、でもその優勝したチームから必ず選ぼうではない気はするんですけど。でも実質上ね、うん、実質上はだから印象がだからそういう風になってるわけなってるんですよね結局は、うん、だから優勝しなくても、うん、っていう、
はい、でももうその記者の人たちのその印象を変えていかないといけないですよね。あのもう優勝したチームから選べばいいかなってなってそうじゃないですか。うん、そうだね、うん、ちょっとだからもうフラットに、はい、うん、そこのもう優勝補正はないですよっていう、うん、セリーグの中でこの1年を代表する選手や、うん、この1年をパリーグの中で代表する選手や、うん、だって代表する選手なわけじゃん、はい、を1人ずつ選んでくださいっていう、うん、が面白いと思うんだよね、はい、そんなもうあの 90% 以上優勝したチームから選ばれるって、うん、もう確実に優勝補正入ってるやん、うん、まあ、優勝補正は入ってますね、うん、だそういうのもない価値観の文化にしていきたいよね、はい、俺はね。だからそのチームが優勝してなくてもその選手なんですかっていうところを問いかけないといけないですよね。そう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 、うん、そうすることによって、うん、はい、MVP のドキドキ感ない、うん、ありますね、うん、まあ、そうしたらこうベスト9とかゴールデングラブとかとも、まあまあ、かなり被ってくる可能性っていうのはね、うん、し、真の1位だから、まあ、そうですね、うん、だ成績ってことですよね、基本的には、うんうんうん、だからひょっとしたらね、パリオと近藤とかもね、うん、2冠王だからね、うん、はい、そうですね、うん、最下位だったけど3割8分ぐらいあったみたいな、うん、だから山本投手はまあ優勝もしてるし、最多勝も取ってるし、防御率もいいし、4冠だしね、それも無条件になってくるよ、うんうんうん、だけど対抗して優勝してなくてももう三冠を取ってた人がいるのか。だから山本は去年、うん、優勝してなくても、はい、山本やと思う。山本だと思います、うん、はい、でも、うん、優勝してなかったら、うん、山本じゃない可能性あるから、はい、うん、やっぱ優勝したチームから、うん、ね、パ・リーグだったら8割強ぐらい出るわけだから、うん、そうですね、うん、だからその優勝とか優勝じゃない、うん、1年間のプロ野球界の代表を選ぶ MVP、はい、うん、まあ、アメリカみたいにの選出でも、うん、でしかも記名票で、はい、そんなもう無条件何年以上とかじゃなくて、うん、もう代表者を選んで、はい、記名票で書くみたいな、うん、だから大きさで言うともう各社一人ずつでもいいよね。あ、記者クラブとかに属してる、はい、記者クラブメディアクラブみたいなのあるじゃんね、うんうん、それに属してる局、はい、媒体、あの社、新聞社の各社一人ずつ、うんうん、はい、記名して、うん、で記名で発表される、うん、で発表されて、うん、誰が誰を入れたかも発表される、はい、の責任を持つ投票一社一人、うん、まあ、その方が誰がどこを選んだのかとか、どのこの曲は誰を選んだとか、確かに見る方も面白いですけどね。わかるやん、うん、俺はもうベストラインゴールデングラブまではもう言わへんから、うん、MVP だけはそのやり方でもいいんちゃうかっていうね、うん、まあそうですね、うん、確かに、うん、しね、はい、まあ、おせっかいだからね、はい、もうあの聞き流してもらってもいいけどね、うん、はい、まあでもそうですね、うん、おせっかい的にこう思うよってどうですか、うん、って言ったら、ね、そうそう投げかけだからね、うん、まあ、あとはコメントなんでね、はい、皆さんの好き勝手なご意見、うん、お待ちしてます、はい。